こんばんは、吉谷さん。メッセージありがとうございます。なんか人生の目標をここで告白する時間なんですか？孫正義さんの60年計画、吉谷さんのなんかね、なんとか計画ありましたけども、じゃあ私の計画もちょっとお話しておきましょうか。まあ後付けの部分も結構あるんですけども、まずね、10代で体力を圧倒的に作るっていうことですね。これがだから後付けの部分です。私ね、10代はね、体力つけようと思ってつけたわけじゃなくて、なんかね、適当に暴れてたら、体格とともに体がねできてきたってことなんですけどね。で20代でやっぱ志を立てるっていうんですかね。私は20代で会社を作ろうかなと思ってね。で30代で年収1000万っていうふうな志を立てました。まあこれは両方とも実現したんですけども、その先は考えてなかったんですよ。で30代でまあ何をね、計画したかっていうと、まあこれは30代で事業を確立するって感じですね。これね、私の30代って本当にね、いろんな店舗とかいろんな会社をやりました。で20数個の会社を潰しまして、同じぐらい20数個の店舗を潰しましたね。だから事業はやったんですけども、全部赤というねこれ事業なんでしょうか。何もやらない方がかえってね良かったというねこともあります。やるだけ赤字が、傷口が広がっていったというね、そんな30代でございました。まあでもね、事業に没頭するというその計画は達成できたかなと思うんですよ。で40代ではこれね、まあくしくもなんですけども、40代では金って書いてあるんですよ、私の計画表には。まさに40代は金でしたね。あのマイナスだったお金がプラスになって、それから今ねこういう暮らしさせてもらってますけども、40代は金ですね。なんか金と仲良くなったのか、それとも金と縁を切れたのか、どっちか分かんないんですけども、それまでの30代、39歳までの、お金の概念は何だったかっていうと、人、昔、金なんですよ。人、人間ですよね。昔ですよね。つまり借金です。借金なんですよ。39歳まで借金のなかった瞬間は、ビタ一文なかったんですよ。40代から全く違う人生になりました。で、50代では、家庭を、もう不動のものにしようかなと思ってますね。私ももうすぐ50歳ですからね、吉谷さん。5年後にはもう50代ですよ。5年後じゃなくてもいいんですけども。で50代ではやっぱり子供もね大きくなっていくと、奥さんも成熟目を増してものすごく魅力的な女性に育っていくと思いますしね。で多分私の愛情とかはもう今溢れ出るばかりですけども、追いついていけるのかこの家族の成長にみたいな感じでね、私ももっともっと、ね、自分の愛情を育んでね、表現を豊かにしていかないといけないなと思うところですけどね。だから50代では家庭を不動のものにするって感じですよね。で60代では私は後継者をね作ろうかと思うんですよ。理想的には自分の子供が後継者になってくれればいいなと思います。じゃなかったら塾生の中からね後継者を擁立していこうかなと思うんですよ。まあその時まで速稼塾があればですけどね。まあ、もしくは私の姿を見て久保さんみたいになりたいって人が、私が60歳になってもねやってる活動を見て、まあ一人でも二人でも生まれてくれたら、まあそれはいいかなと思ってます。60代では後継者で、70代では何をするかっていうと継承なんですよ。自分の全てをね引き継いでいくっていう儀式を10年かけてやろうかと思うんですよ。70代10年かけてね。で80代から何が起こるかっていうと余暇なんですよ。ついにここで来るんですよ、私は人生の余暇が。今隠居暮らしとかしてますけども、結局はまあ、世のため人のためじゃないですけどもね、何かのために活動してるんですよね。まあ、隠居っていう形を取ってますけども、全然出ていってますからね世の中に。だから私の余暇っていうのは80歳まで生き延びたら始まるんですよ。80代は余暇、もう全てを皆様のおかげとかね、ほんと紐みたいに誰かに食わしてもらって、誰かに世話をかけてもらってね、誰かに車椅子を押してもらって成り立っていくのが私の80歳からの人生だと思います。でその時はもう自分で考えることもしません。考えてもらいます、人に。私よりも優秀で活性化した脳がたくさんあると思うんだよね。まあ、そこで私の余暇を支えてくれるのが後継者であったり家族であったりお金であったり事業であったりすればいいかなというふうな形で、80歳から総決算かなっていうのがね、この私の小さい人生の指針ですね。10代から80代まで、そしてこのね10代から80代まで、例えば10代で体力がつかなかったら20代で志を立てることもできないんですよね。志で20代で志が立たなかったら30代で多分事業やってないんですよ。で事業でお金の苦しみとかね、お金の便利さとかこういうものに気づかなかったら、多分40代でお金は生まれてないと思います。で
家庭も基本的にはね、経済的な安全策が取れてないと、お金が潤沢にないと家庭は運営できないと私は思うんですよ。もちろんお金がなくても家庭ができるっていうのは確かにそうなんですけども、じゃあ自分の求めていた家庭、家族の求めているような家庭、それが作っていけるかっていうと、やっぱりね、金が物を言うと思います、これは正直にね、そんな感じで10代で積み上げてきたものを20代で使って、20代までに積み上げたものを30代で使って、30代までに積み上げたもので40代を作ってって、私はね、人生の目標っていうのが、目標というかね、地図っていうのが割と確実にっていうか堅実にコツコツと積み上がってきたのかなと思います。ラッキーなのは40歳になった瞬間にネットビジネスが私の目の前に現れてくれたことなんですよ。じゃなかったら多分ね、私ね、30代でやった事業、40代でも50代でも引き継いでると思います。かなり引きずってると思います。隠居なんてとんでもない、ね、そんな感じで人生ってのはせいぜい見積もって80年、ね、90歳ぐらいまで続けばいいかなっていうところなんですよ、平均的に見てもね、もちろん無理すれば廃人しちゃいますから、無理しないように無理をするみたいなね、そんな感じになってくると思いますけど、いかがですかねこれまあこんな感じです。さあそれではね、ここら辺に出てますか、私の人生の目標。まあ、人生はとかくファイナンスなわけなんですよ。計画をしてパフォーマンスを出していくと、そして全て刈り取っていく、できれば自分のファイナンス資産というものを残して引き継いでいく、後継者にお渡ししていくっていう形でね、やっていきたいですよね。はい、ということで今回は私のことばかり話してしまいましたけども、いかがだったでしょうか。いってらっしゃい。